どうも高井です。9割の人が勘違いしている賢い人が話す時のワンフレーズの長さの基準、この本にも載っている内容ですが、人って聞いてる人がシンプルに分かりやすく話されるとその提案は通りやすいし理解してくれやすい。頭の悪い人が話をすると話が回りくどいだとか、頭の中で浮かんだ内容をポツポツ一個ずつ話していくと全体のまとまりに欠けてしまうから、で結局何が言いたいのって思われてしまう。まとまりに欠けるよりかは回りくどく説明した方が賢そうには見えるでしょうけど、なかなか結論言ってくれないから、で何が言いたいのって思う、結局思われちゃうわけです。ストレス溜まるしね。それよりかは短くシンプルにまとめてくれた方が提案は取りやすいし理解してもらいやすい。地頭はいいっていうわけです。相手のことをよく考えて話してくれてるからね。こういう人が聞き上手になりやすい。聞き上手になるテクニックっていうのは、私が以前作ったコンテンツ、9割の人が理解していない聞き上手の人がやっているシンプルな話し方、そちらを視聴すれば理解できるので、地頭の人はそちらを見るとさらに自分自身の能力向上につながりますよ。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。